フェアリーテイルにはマスターに認められた魔導士しか受けられない難しい仕事があり、それは S級クエストと呼ばれている。いつものようにエルザに勝負を挑んでは負け、さらにラクサスにもバカにされた夏には当然 S級クエストを受ける資格などない。だが夏の誘いを一度は断ったルーシーだったが、報酬として王道12問の鍵がもらえることを知り、危機としてクエストに挑戦することを決める。俺の炎はただの炎じゃねえぞ。カリュウの炎は全てを破壊する。夏の攻撃で気絶したグレイをこのまま返せばギルドに戻りエルザを連れてくるだろう。夏はガルナ島にグレイを連れて行くことにする。俺の炎はただの炎じゃねえぞ。カリュウの炎は全てを破壊する。